はい、じゃあ続いてはですね、うん、まあ、ちなみに前回の最初のバトルが終わるとすぐにこの画面に来てキャラクターを選ぶことができるので、まあ、最初に決めていただいた方がいいかなと。決めてね、うんうん、今日はこのキャラとこのキャラで遊ぼうっていう、はい、来ていただけるとスムーズかなと思います、はい、で今回は新キャラのヤシトラを選んでみようと思います。今回もバトルセット A にしましょうか。14から参戦ということで、はい、そうですね、14のこれは本当にこれ違うなんかさ、うん、なんだろうなんだろうね、これそうですね、空気を読めとしか言えないですね、うん、はい、そうですね、うん、なんだろうな、あ、わかんないよ、わかんないけど、うん、こうやってくもが悪いんじゃないかなあれ、しかも相手にオニオンが2人いますこのね本当見せないってね、ごめんよみんなそんなつもりじゃないんだよむしろ見てもらいたいんだよ。ヤシトラはね、はい、遠距離主体のキャラクターで、うん、攻撃の隙を次の攻撃でキャンセルできるという、まあ、固定放題みたいにどんどん攻撃していけるキャラクターなので、早いバンバン打ちまくっていくというところが、ポイントになりますかね。で魔法を当てるとですね、14のようにデバフ効果、弱体効果が発生するようなものがほとんどなので、うん、その効果をうまく組み合わせながら相手をガシガシいやらしく削っていくという戦い方がメインになりますね。で今ガンガンとブレイブ攻撃で相手のブレイブを削っていって自分のを高めていってる最中ですね。もうブレイクしたらこんなにガッツリと増えるようになってます。でこの紫に光ってるのがですね、敵を一撃で葬れますよと、今ターゲットしている相手はこれで一発で KO できますよっていうのを合図になってます。逆に敵が紫に光ってたらそのキャラクターに一撃で殺される可能性があるというふうな合図になるので、そこは逆に注意してみてほしいですね。お、倒しました。ちなみに今回範囲に当たるような HP 攻撃もあるんですが、これちゃんとそのブレイブダメ、ブレイブの数値分2人にダメージいきます。なんで3000持ってたら同時に当たれば2人のキャラクターに3000のダメージが、要は一気に2人葬れると、うんうんうん、いったようにもなってるので、なるほど、ね、そういった特徴を持つ HP 攻撃とかっていうのも今回は用意しています。ちょっとなんかステージの話なんか、そうですね、うん、今回は多分先週の発表会では、コーネリアという FF1 のステージが、ね、はい、さっきのところですね、毎回だったんですけど、うん、今回はですね7のステージがやっとお見せすることができてね、はい、マコーロのピザのライン上とでも言いましょうかピザ言うなわかるけど、はいはい、いやゲーム中でもピザと言われてます、まあね、はい、そこは大丈夫ですよ、うん、はい、ゲーム中にはね来ることがないんですけども、これどこをイメージして作っているかというとですね、言うとですね、クラウドがマコロじゃない、シンラビールを見上げてるところがあると思うんですけど、うん、そのシーンっていうのを再現できるところはどこかという感じで、今回このステージを作りました。でその間にヤシトラのバリアーエーテリアルパルスという技がなぜ使ってしまったのかとちゃんと説明をしてみたかった。じゃあちょっと説明してもらっていいかな俺も聞きたいんで。いや、はい、大丈夫、次きっとたまるんで。あ、そう、見ましょうその時に、はい、はい、なんでヤシトラさんといえば、はい、バリアというのがね、ベンチマークの映像とかでもおなじみだったと思うんですけども、うん、それを今回、まあ、専用の性能ではあるので、うんうん、そのため専用の技名がついてるんですけど、そちらを用意しています。それがヤシトラの専用 EX スキルですね。で、だいぶブレイブが溜まってきますけどちょっとこれは本当に神プレイなんでしょうか。どうなんだろうこの14のチームの方ともいろいろ話し合って、はい、まあ、この技の数々であるとか効果であるとかっていうのは結構決めてってってことですね。そうですね、うん、はい、なので、ブレイブ攻撃も一応現実史のアディショナルスキルで、うん、に絞って、構成しています、うん、なのでちょっとね今ブリザラに見えるんじゃないかっていうブリザラ、ちゃんとブリザラなので、はい、アディショナルの範囲で、はいはい、技を構成してます、うん、お、なるほど、お、召喚獣ちょっとブラインドを作って、お、厳しいな。でも味方が唱えるとですね、味方の情報の横に召喚獣中というふうに出てますね。きたきた。でこのステージは、1のコーネリアとは違って建造物がね目立つ場所になっているので高低差が結構生きてきますね、
だから前回ほど縦長なステージっていうのは今回ちょっと廃止というか、特に用意してはいなくてですね、うんうん、まあ、それは戦いやすさ含めてですね、はい、あと今回デジョントラップはありません。はい、あれも今回の3対3にはまあ不向きであるというところと、今回再現するステージ、まあ、リストアップした時にまあなくてもいけるよねというのが分かったので、うんうん、特に、今回採用はしていません。デイフリード終わりましたということで、バリアをエテリアルパラスを使いましょう。専用の EX スキルをこんな感じで、はい、でこれはですね、まあ、見ていただくと分かるかもしれないですけど、味方のブレイブはどんどん増えてるんですよ。でこれを押し続けてる間は永久的に効果が続くので、これ狙われない限りはね、永遠と上げ続けられるんじゃないか。でここにウォーリアーがいてくれればですね、ウォーリアーブライトがいてくれると、彼の EX 専用のものがですね、敵のターゲット全部集めるといった効果がついてるので、それと組み合わせるとだいぶ効果的なんじゃないかなと思います。なんかバフやデバフといい、結構前作ではある種触らなかったところに割と今回は、うん、さっきのそのブレイブが増えていくようなやつとか含めていろいろとチャレンジをしてる感じが、そうですね、はい、はいはいはいですね。おー素晴らしい、うん、あ本人が納得いってないんだ。ちょっとそうですね、うん、プレイしてる人間が納得してないと。いやいや、でも結構お客さんにも見ていただいて。